買いたい小馬場です、この間 YouTube 動画を見ていたら多肉初心者の大阪のおばちゃんがピンクシャンペーン、ピンクシャンパン紹介していて、可愛い名前だなと思って、本物見てみたいと思ってまたメルカリさんに頼んで届けてもらいました。今日はその届いた苗を、せっかくなので、クリスマス気分が盛り上がるように植え付けていきたいと思います。はい、これがお目当てのピンクシャンペーン。色も可愛くて、葉っぱも形もないのかな。美味しい。そしてこれが甘びれで、これはすごいラズアガ、大きいです。そしてこれがかわいいパープルバタフライ、こっちもかわいいです。そしてこれがまたマッコス、すごい何ピンクとオレンジのサーモンピンクのなんか間みたいな、かわいいです。これを今日はこの鉢は、沖縄市の赤瓦工場で作られている、沖縄県産の素焼きの鉢です。これも2年ぐらい前にいくつか買いに行って、そのまま植えるのがなかったので置いていたのを使いたいと思います。はい、それでは植えていきたいと思います。今回は赤玉と鹿沼とバーミキュライトを少し混ぜ、土に混ぜました。そしてちょっとクリスマスっぽくなるかなと思って、沖縄産のバラのつるバラのつる、トゲなしなので、これをちょっと花壇から取ってきて、そしてキャッチングまたココナッツファイバー、これを敷いていきます。カット苗で購入したので根っこが見えません。はい。このメルカリさん、出品者さんとっても人気で、コメントをする隙間がないぐらいすぐ売れてしまう。はい、はい、これがピンクシャンペーン。大きくなったらどんな形になるんでしょうかね。楽しみです。
カリカリカリするっていうんですけど、沖縄は今が一番とても天気がいいので育ってくれると思います。アマビレ、カリ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 、これはパープルバタフライ、これも可愛いですよ。喋りながらやるって難しいですね。このマッコス、これも。色が続いてくれるといいんですけどね。また簡単にできます。はい、完成。はい、完成しました。可愛くて当たり前なんですけど可愛いです。最後までご視聴ありがとうございました。